関数 FX、 はい、はい、イコール x 次乗次乗マイナス 2ax プラス a 次乗プラス 2a マイナス3が、あ、困りました、はい、で、これどうなんですか、最大最小、ただし x を0小なりイコール x 小なりイコール1、あ、x の範囲がこれですか、これでいいんですか、はい、はい、で、これは鍵をするグラフですね。今度はグラフに a が入りました。困りましたね。実はですね、これとこれに両方とも a が入るのが出ます。7月ももしにはだけど一応まずこれにします。で、これも一応ですね、ここで点数がいいんです。まず平方完成します。次乗プラス 2a-3 とこうなります。まずここまでいきます。これは案外できました、楽でした。で、このグラフは困ったんですが、実はこう書けないんです。こう書きたいんですが、一応僕これダミーで書いてるんですよ。でもこれは分かんないよね。こうかもしれないよね。不かもしれんし、正か分からない。だから X 軸書けないんだね。書けないんですよ。で、また君行きましょう。いくつになる？6つ。いや、5つです。まあまあまあいいです。それはゲームみたいなもんなんで、5つにします。すいません、5つにします。ちょっと間が空いちゃいましたけどね。そして、もう分け方分かりますよね。どういうわけの？その、実はどういうわけですか？こっちは。こういう感じ、はい、で、こう来たりで、これが0、これが1ってことだよね。すみません、本当これはないんですよ。ないからこれからないんですよ。本当はこう来るかもしれないですからね。そしたらこっちはこうかな、0、1ねえ、答案はね、色かけないからね。でもね、すごく神経質な子はさ、これこっちでしょ、あっちでしょとか言うわけよね。絶対クレームなのね、そういうやつね。で、こうですね。こうしたら、こうで、こうですね。したらもうこれ雰囲気はこうですよね。こういうふうになるんだということなんです。そして、これが A ですよね。したら、はい、そしたらこれでこういう時ですよね。いいですか。で、まずここですね。で、あ、いいですか、置いとっていいです。入ってますんで危ない。まあこうですね。で、次これは A でこうですね。ということはこれの時、これの時まではあなたの言った通りです。はい、じゃあこの時どうやってしました？最後に A で割る。ああ、さすが。0たす1を2で割れば A だってことですか。さあ A は2分の1の時ですね。おお、さすが。もらいましたね。そして、じゃあこの間をどうするんですか？うん、だから、何をするんですか？ここで、数直線を書くんでしたね。数直線を書いて、1より大きいとき、0より小さい、0より小さいとき、で、2分の1の時というふうに分けるんでしょ。そして優秀な人はどうするかというと、あ、すいません、数字にしましょう。そう、1、2、3、4、5って書くんですね、うん、そのため数字ってなんですね。そしたら1番がこれか、で5番がこっちにひっくり返っちゃったんだね。3番がこれってことはこれを2番にしたいね。1から2分の1から1やね。
今123だからこれか、2分の1か1ということはちょっとここで書きますと2分の1はもう入ってるからで1は入ってないから1は1個つけましょうと。そうするとこれが4番かな。したら0から2分の1、そうだね、0は1個がないから2分の1の時と、こういうふうにします。あ、こうしましょう。これでもうできたも同然ですね。あとはオートマチックです。こういうふうに書いて、そして、また最大最初の話をしますと、そうですね、ここのスペースを空けたいですね。この平方完成はもうちょっとやってみますね。ちっちゃくね、 fx イコール x イコール a の事情、プラス 2a マイナス2とこう書いて、最大値それぞれ要領くなってきましたね。で、最小値は、あ、すみませんね、値値で、最大値、最小値でこれを M で書きましょう。これをスモール M としましょう。そうするとこれは F0、 ここで間違ったらダメだな。で、これが F1 で、こっちは、F0、 ちょっと待ってね、 F0、 あ、F0 ですね。最小値は F1、 F1 ですね。これは F1 じゃないですね。あ、危ない危ない、これは危ない、これは A ですね。で、これ1ですね。こうやって修正した方がいいですよ。そしてここが A ですね。危なかったです。こういう修正能力が大事ですね。で、これが A になります。ちょっと大丈夫ですか、いいですか。ちょっとこれ間違ってましたね、僕はね。 0A1 の順番ですね。いいですね。だから最大は F0、 最小は F1 です。そして、これは F0 と F1 が等しくなります。で、最小は、FA で、これは、最大は F1、 これは FA で、こちらが最大は、F1、 最小は F0 となるんですね。で、ちょっと怖いから確認しましょうか。あ、大丈夫ですね、これは大丈夫でしょう。で、どうするんですか。はい、まとめですね。分かってましたね、はい、さあ、これをまとめましてどうなるかなんですが、まとめるとこの部分がまとまりますんで、この時は、1、2分の1、ちょっと待って、2分の1から1、1より大きいからちょうど、これは1番と2番、1番と2番だから2分の1より大きいか、だからこの時は2分の1より大きい時で、これは A が2分の1の時で、これは、2分の1、すいません、頭は嫌ですな、2分の1より大きいから2分の1より小さい時、こうなるかな、2分の1より小さい時ですね。そうですね、2分の1から0、0より小さいからと思います。で、そういうやり方をします。あ、すいませんね。で、次ですね、今度見たらここがずらっと揃ってますので、これが A が、0から2分の1、だから0から2分の1、2分の1、1だから、0以上1以下で、これは A が0より小さい、 A が中大き、ちょっと頭混乱しちゃいましたけど、こういうふうに分けるというふうなやり方。だから書き方が何種類も出てきますけど、一応こういうふうにできます。だから5つにやってあとで3つに落とすこともできますね。わかりますか。本当わかりました。後ろの瀬南君わかりました。わかりました。今日いっぱいだけどわかりました。平方完成が始めましたもんね、今日。あなた初めてでね、うん、そっちも分かりました、はい、じゃあこれメモって、あとは解いてほしいけど、書いたい人もいるでしょうけど、まあちょっと解いてください。まずこれ書いてください。で、まとめて、はい、はい、A の1、あ、A
a が2分の1より大きいときはその代入したのを取って、そうです、あとです、ちゃんと F0 っていうからこれが分かんないけど一応こう書いとくといいですね。 F0 とは何ぞや、これで答えじゃないんですよ。0を入れて a 次乗プラス 2a マイナス3で、あと何なの、 FAFA は X のところに A 入れて A 次乗マイナス 2A 次乗プラス A 次乗プラス 2A マイナス3で同類項まとめないかんから A と A、あ、これ消えて、あ、これ 2A マイナス3だ、 FA はね。そして、あと何か F0、F1、 あ、F1 ってあるんですね。 F1 って言ったらまたこれで 1-2Aプラス A 事乗プラス 2A マイナス3、すみませんね、そしたらこれとこれを消えて A 事乗引くかというふうになります。だからこういうのは作っておくといいですね。作っておいて後でここで間違ったらショックですけど大丈夫ですね。はい、ということで入れていけば、あ、間違ってます、いや大丈夫です、大丈夫ですね、ちょっと信用しちゃダメなんですけど大丈夫でしょう。わかりました。最終的な答えはどうやって、最終的な答えはまず A が1より大きいときは最大値個で最小値個で、 A が2分の1から1のときは最大値個で最小値個って言って全部書かないといけません。だからこれも A が2分の1のときは最大値個で最小値個で、これっていうのは全部そこのやつを入れるんです。書くんです、それを表のように Excel のように書くんです、書きます。そうです。そうです。全部で回答になる。そうですよ。このぐらい書かないとダメですよ。ドーって書いていかないとダメですよ。だから僕今日配ったんでしょ。当然でしょ。はい、頑張ってね。だからね、点数は山のようになる。回答数にグラスも含めて。もちろん。もちろん。うん、全部。グラフ飛ばせたら。いや、グラフがなくても問題は最大値最小値を求めなさいだから求めればいいけど、これの方が分かりやすいよね。いや部分ってこれなかったらどうやってこれ聞くと、これが上がるからうわ上だな下だなって分かるから、だから途中で間違っても気づくで、そこで疑問なのはこんなのができるわけないでしょって言うんですけど、次の日できるようになってるんです、中学生はみんなって思って次の日やってきた。分かった、そう先生、はい、これ1問何点ぐらい、あ、1問ですね、これ30、あ、だから200点満点だったら30点だったら35点です。全部あって全部あって、それから2点3点どんどん減っていきますから、ね、だいたい5点とか、ね、それで何分、時間はですね、あ、時間はたっぷりあります。回答書きとその緑のとこは書いていいんですか、 あ、点線でこう書けばいいと思います、緑のとこね、だから緑は薄く見せるためにこうやって薄く書けばいいと思います。だからこれがほらこう来るかもしれないから、ね、一応目安でこう書いてます。はい、どうぞ、何ですか、あ、何かあります、はい、だからどんどんメモってください、はい、あ、わかりません、